皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です。本日はですね、こちらにございますモザエアクロス S についてご紹介したいと思います。モザのジンバルを扱っている健康トキナーさんからご提供をいただいております。こちらはですね、ミラーレス一眼とかスマートフォンとかで使えるですね、動画撮影用の手ブレ補正スタビライザージンバルになります。で、手ブレ補正って聞くと多分スマートフォンとかアクションカムに強い人は水平維持っていう風な言い方をした方がいいかもしれませんが、スマートフォンとかアクションカムの水平維持手ブレ補正っていうのは、あのセンサーのうちの一部を使ってですね、こう動いた分ですね、センサーの中をこう映ってる範囲をこう動かして、水平手ブレ補正をかけるような仕組みになってるんですね。なので実質その画質的には落ちるわけですが、まあ、昼間の撮影だと全然それで全然問題ないでしょうっていうクオリティになるっていうところで効果を発揮してるんですね。でこちらはですね、より高画質を狙うために、ほら常に水平でしょ、こう上下に動かしても特にブレないということで、はい、物理的に水平維持手ブレ補正を行うというのがこの動画撮影用のジンバルになります。実はですね、私このサイズのジンバル、ちょうどこのコンパクトなんだけどそれなりに乗るっていうタイプのジンバルをですね、前々から欲しかったんですよ。普段使いではこれ一番これから使うんじゃないかなという感じのジンバルで、使ってみたところですね、すごく良かったんでご紹介したいと思います。それでは行ってみましょう。はい、それではですね、ちょっと私の顔がよく見えないですけど、今までというか私が現在ですね使っているモザ製品並べてみました。一番右にあるのはこれがモザエア 2S かなっていうジンバルです。これ上に乗ってるのがニコンの Z9 っていうジンバル、カメラなんですけど、まあ、こういうでかいカメラをですね搭載できるような、大型のジンバルになります。これ仕事用で使ってるジンバルですね。一番メジャーなんじゃないかなと思うのはこのモザエアクロス3というジンバルですね。はい、これは今、ソニーの α7S3 に、タムロンさんの 10-40-2.8 っていう、レンズがついてます。モザ、こっちがモザミニ P っていうジンバルになります。これ今ついてるのは富士フィルムの XS10 というカメラに時なの 33mm f1.4 っていうレンズがついてるんですけども、ペイロード的にはフルサイズ乗せるのちょっと厳しいかなっていう感じで、こういう小型な、APS-C マイクロフォーサーズのカメラに短めのレンズっていうのがジンバルになります。はい、今回発売されたモザエアクロス S はですね、このここちょうどですね、このこのモザエアクロス3とモザミニピのちょうど中間あたりの、ペイロード、搭載可能重量になっているっていうものですね。私は仕事の撮影の時は、この一番右にあるモザエア 2S だとか、モザエアクロス3っていうのを使ってるんですけども、やっぱりその気軽にプラッと撮影したいなみたいな時だとこれ持ってくのもやっぱ結構きついんですよ。だからこの小型なタイプのジンバルが使っていることが多かったんですけど、モザミニ P だとちょっとね、搭載可能重量ペイロード的に不安なところがあって若干物足りなかったんですよ。ちょっと上の機材が搭載できるちょうどいいところに、発売されたというのがこのモザエアクロス S で、多分今後プライベートでは一番使うジンバルはこれになるんだろうなという感じになります。こう2つ並べるとですね、モザエアクロス S の方がこう身長がこう低くなってて、あとね、掴んだ材質とか持ちやすさ、こう握りやすさっていうんですかね、すごく握りやすくなってて、材質もね、まあどっちもプロだとは思うんですけど、なんかより強いパーツになってる感じがします。このモザエアクロス S の説明をするためにですね、先にこのモザミニ P を使った時に困ってたことっていうのをご紹介したいんですけども、以前にこのジンバルで撮影したポートレートムービーっていうのがあります。こっちに出しましょうか。はい、これリンク先貼っておくので、概要欄に貼っておくのでぜひこちら見てみてください。こういう風に持つんですよね、ジンバルってね。
でその時にちょっとねプル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 って震える時があるんですよ。プルプルって震える時があって、要はそのペイロード的に限界だよ、バランス的に限界だよっていう時にそのこの動作が起こるんですけど、これがね比較的起きやすかったんですよ。ただまあ対応策っていうのはあって、こういうんですね、上から吊るすんですね。はい、こういう状態にします。そうするとこれってあのジンバル撮影の基本なんですけども、上からこう吊るすようにすると、要はクレーンと同じ動きになるんですって。だからこの状態でブルブルブルって言ってたのが、こういう風にすると振動がなくなったので、ずっとこういう状態でこうやって撮ってたんです。うん、ただまあ横向きもね、こう縦の動きもこう吸収できるんで基本的にはこれでいいんですけども、やっぱりもうちょっとそんなギリギリじゃなくて余裕のある、耐荷重で撮影をしてあげた方がジンバル的にもその映像のクオリティ的にも間違いなくいいものが撮れるんですね。だからもうちょっと上のやつが欲しいなって思ってたんですよ。長いレンズって苦手なんですよ、ジンバルって。あの小学校の時に習った物理の話を思い出してほしいんですけど、この中心からね離れれば離れるほどどんどんその負荷がかかるということで、できればこの重心に近いところに機材の重さ重心を集めた方が安定するんですね。だから一個一個のカメラの重さよりも長いやつがジンバルって苦手なんですよ。で今ねちょっとあえて長いやつつけてるんですよね。これはシグマさんの 16mm の F1.4 っていうレンズをつけてるんですけども、だいぶこの時のあの 33mm と比べるとレンズの長さが前に出ます。でもそれでもちゃんとバランス取れるんですよ。はい、だからあのフルサイズの一眼カメラつけても短めのレンズをつけていれば多分これバランス取れるような感じなんですよね。だからこれでバランスが取れるってことは結構そのペイロードに対して、余裕があるっていうことなので、いっぱいいっぱいの、搭載可能重量で撮影をするとですね、やっぱ安定しないのでいいことないんですよね。失敗する確率っていうのが増えるんですよ。なのでそういった意味でこう余裕のあるペイロードで操作ができるようになったっていうのは非常に素晴らしいことですね。それではですね、このモザエアクロス S の、まあ、使い方というか簡単にいきたいと思います。まあいろんな人がもう動画を出されているので、まあ、今更1から10までやる必要ないかなとは思っているんですけども、あのとりあえずですね、私が以前に、作った動画ですね、モザエアクロス2というですねジンバルがあるんですが、それのセッティング動画がこちらにあります。でこれジンバルの基本的なところっていうのは変わってないので、あのこれの動画ですね参考にしていただくと、あのセッティングの仕方が細かいところわかるかなというふうに思います。でまあカメラですね、カメラにまず付属のこの、アルカスイス、プレートですね、はい、これを、取り付けます。でこれね締め付けが緩いとすぐ回転するんですよ。だからこれがっちり止めた方がいいですから、がっちり止めます。はい、それでこういうプレートがありますんで、これを、取り付けます。これまあ後につけても最初につけてもいいんですけど、ここで緩いんで、こっちでこう固定ができます。ジンバルに乗せていきましょう。ジンバルに乗せるときなんですけども、3つ固定できるところあります。ここに1点と、それからここに1点と、ここに1点と、3箇所あります。これを全部固めて固定しておきましょう。このジンバルの三軸の部分をこうやって固定しておくとセッティングしやすいですから。で、ここのところに、ここですね、ここにカメラを上からこうスライドさせます。こういう感じでスライドさせて、ここのネジで止めると。はい、で、バランスを取っていきます。まずはカメラの前後と上下ですね、横のロックを外して、カメラの前後と上下ですね、はい、前後のバランスを取って、手を離してどっちかにこう傾かないようになところでこう止めてください。はい、で今度上を向けます。上もこう向けると、今このカメラの底の部分が重いみたいなので、こっちに動かしますね。でこれも動かないようなところで止めます。これね最初やってるとすごく面倒に感じるんですけど、まあもう慣れですよね。私なんかはやっぱりいい映像を撮るためにはこれ必要なんで、はい、そうするとここがねちょっとねアイカップがねちょっとね擦れるんですよ。なのでこのアイカップ外します。で今アイカップ外したので前後の重さって変わってると思うんですけど、あそんな変わんないね、あじゃあいいか。はい、
で上向けてもバランス取れてる、正面向けてもバランス取れてるっていうことで OK ですね。はい、でこの前後上下がバランス取れたらロックして固定しましょう。で次に、こちらの、軸を、横の軸をこれロック外します。ここにネジがありますので、このネジを緩めてこう左右にこう動かすんですね。で、ちょうどこうバランス同じくどっちかにこう傾くんじゃなくて、バランスが取れるところはどうかなっていうのを、あ、これでいいかな。でね、あのこのモザンエクロセース、ここの材質が結構良くて、なんか柔らかいんですよ。で今までの旧機種ってここの材質が硬いので結構ギギギって傷ついたりしてたんですけど、あの横にずらすのはね結構滑らかで簡単ですね。でこれで、とりあえずバランスが、横のバランスが取れた状態になります。でそしたらまた、ここをロックしましょう。はい、で最後になります。ここの部分のロックを解除して、ここです。こうやって斜めにやるんですね。斜めにやります。はい、斜めに傾けた時にどっちかに振られているようであれば、それはバランスが取れてないですよっていうことになりますので、こうちょっとずつね動かして締めては傾けて、あ、まだそっち重いんだ、まだそっち重いんだ、あ、今度行き過ぎたみたいですね。ちょっとこっから微調整ですよね。ちょっと前にずらして、もう一回っていうのを繰り返していきます。あ、いいんじゃないですか。これ今傾けても何も言わないですよね。はい、でここで3つ今バランスを取りましたが、最後にもう一度チェックをします。本当にいいのかって。ああ大丈夫かな。はい、でこれあの神経質にやろうと思えばどこまでもできます。ただまあ 今やったみたいにこう倒して手離してある程度動かなければまあよしとします。でここの電源ボタンを押すと起動します。ピピッとなりました。はいですね。これ必ずやってほしいのが、オートチューンという、モードがあります。今バランスは取れてるんですけども、それぞれ3つあるモーターのうちの負荷を、今搭載しているものに対して合わせるっていう作業になります。メニュー入るとこのジンバルのセッティングいろいろ変えれるようになってますが、カメラのマークのところで右にちょんとして、でロードっていうところに行って右にちょんと行きます。右がその選択になりますので左が戻るですね。でオートチューンってあります。これをもう一回オートチューンにやってる状態で右に一回ちょんとやります。そうするとクーって触れてますよね。はい、これだんだん可愛く思えてくるんですよね。これね、これ今オートチューンって言って、ジンバルが、今搭載している重さに対しての自動的なそのモーター負荷、モーター出力っていうのを、今判断しているところですね。もうこれジンバルのセッティングは終了です。でメニューボタンピッと1回押しましょう。でこれで、実際に撮影することができます。で撮影の基本としては膝を柔らかく、それから肘も柔らかくして少し前に傾けるっていう風にやると、クレーンと同じ動きをするので縦軸のブレも横軸のブレも補正してくれるよという状態になります。でここの十字キーで上に動かしたり下に動かしたりっていうのができます。いろいろな操作ができるんですけども、まずここのメニューボタンですね、2回押すと様々なモードが切り替わるようになっています。PFパンフォローモードはこの横軸だけの動きですね。それから もう1回2回押すと TF 上下と、それから横に動くですね。でもう1回押して FPV モードにするとこう水平が取れない感じ、グワングワンしたような映像が撮れます。それからもう1回2回押すとこうロックモードになります。ロックモードにするとパンもチルトも両方効きません。でもう一度押すとパンフォローモードに戻るという感じですね。でこの、メニューボタンを3回タタタンと押すとインセプションモードっていうのになります。これで、横のですね、この十字キーを横に押すとじわーっとこうぐるーっと回るっていうモードになりますね。でもう一回3回押すと戻るんだな。初期設定はこれ押すと
ロックモード、ジンバルが変な方向に向いちゃった、で正面もう一回向かせたいという時は、ここのトリガーを2回押すと正面に向きます、まあ、この辺の操作は大体同じですね。で3回押すと自撮りモードになります。はい、まあ、大まかに説明するとこんな感じです。でなんかちょっとやってるうちになんか変な方向向いちゃってなんかうまいこと直んないっていう時があるんですよ。そういう時は1回スリープモードをかけて、こう手動でこういうふうに正面を向かせてからもう一回電源復帰させると、まあ、操作しやすいのかなというふうには思いますね。で一応このモーターのスピードっていうんですかね、を強度を変えることができます。このパワーボタンを2回押しすると、変えれるんですが、まあ、1にすると、まあ、何が変わるかというと、こうパワフォローモードのこれ1ですね、ゆっくりこうついてくる感じになります。で5にしてみましょうか。2回押しを5回、5にするとシュンってこうついてくる、わかりますかね。私だいたい下から、2個ですかね、ゲージが2個ついた状態のやつが一番使いやすいかなっていうふうに思ってやってました。このフォロースピードですね、一気に早めたいっていう時があります。例えば動きの速いものとかを追いかける時ですね、そういう時はトリガーを1回押してもう1回長押し、パンパンっていう感じで1回押して長押しすると自動的にその、フォロースピードが、マックスになります。そうするとこう動きの速いものにこうついてくるというような感じで操作をすることができます。はい、モザのジンバルの良さっていうのが、私他社のジンバルも使ったことあるんですけど、まあ、違うなって感じるのが、こう横とか縦とかに動かした時のその反応っていうのが結構細かいところから反応してくれるなっていうイメージがあります。まあ、ちょっとこう乱暴なことしてもですね、なんかおかしな挙動するってことがあまりないので、ジンバル自体が小さくなってもそういう安定性って損なわれてないですし、その動きの滑らかさというか動きのその細かさ、きめ細かさですね、こうじっくり追う時とかは他社と比べてもいいんじゃないかなっていう感じがしてるんですよ。でこのジンバルね、すごく使いやすくていいんですけど、このね、なんていうかフォローモードの切り替えがボタン2回でこうじゅんぐりじゅんぐり変わっていくっていうのは結構やりづらくて、例えばこうパンフォローモードでね、最初撮影してて、上に振りたいと思って、チルトフォローモードに、パンチルトフォローモードにします。で上に向けました。でもう一回パンフォローモードに戻りたいなと思ったら、これ何回か押さなきゃいけないですね、こうやってね。いや、それがちょっとめんどくさいなって最初思ってました。で私の撮影の場合は基本的にはこの TF、チルトフォローモードですね、チルト上下と横の動きと両方向をフォローするモードで基本的には撮影しました。で、まずこうやって前に歩くときは基本ロックモードです。ここをトリガーを触ってロックモードにしてずっと動いてます。このロックモードだと横も反応しないし上下も反応しません。で上向かせたいなと思ったら離して上を向かして、これ下に戻ってきたなっていうところで程よきところで止まったところでまたロックモードっていう感じで、パンもしてロックモードっていう感じで、でまだ動ききってないようなロックモードをするとカクンっていう風に止まっちゃうので、こう横にこう動いてそろそろ止まるかなっていうタイミングを見計らってこうロックモードをかけるっていうのがコツですかね。こういう風に撮影をして作例を撮っていました。まあ、基本的にこの小型のジンバルっていうのはあまり多機能なこと、いろんなことをたくさんやるっていうことには向いてなくて、本当にシンプルにジンバルとしての機能を楽しむような時に手軽に使うっていうのがいいところだと思いますね。まあ総じてですね、まあ使いやすいっていうかちょうどいいなっていう感じがします。このサイズだったらなんか旅行とかにも持っていけるし、手軽に動画撮ろうかなっていう気にもなりますし、あんまり重たい機材じゃなくてね、手軽にちょっとシャレた動画を撮影したいという感じの時に本当に重宝するんじゃないかなと思います。基本的に私は F 値開放で背景を思いっきりぼかして、人後ろにいる人の顔とか映ってたらプライバシー的に嫌だからって話ですけど、 F1.4 開放でシャッタースピードを60分の1ぐらいにして、感度はオートにしてます。はい、感度はオートにしてますが、基本的に ND フィルターでこう明るさを調整するような感じですね。可変 ND フィルターを
使って明るさを調整します。カメラの方の設定はだからほぼいじらないで ND 可変 ND フィルターだけでやっています。でふわっとを見せてるところはあのブラックミストっていうフィルターを使ってます。これはなんかソフトフィルター系のものなんですけど、なんていうか全体的にこうかすませるっていうかにじませるような効果のあるフィルターで、動画撮影では ND フィルターの次に使用頻度の高いフィルターなんじゃないかなと思います。はい、それでは、今日はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。